それでは最初のコーナーです。これを見て地元の情報通になろう、地元通のコーナーをお送りしていきます。まずは地域の話題3問お送りします。それでは VTR どうぞ。宮崎科学技術館では幼稚園児による鯉のぼり掲揚式が行われました。このイベントは子どもの日を前に毎年この時期に行われている宮崎科学技術館の恒例行事で、今年は宮崎学園短期大学附属緑幼稚園の園児およそ60人が参加しました。4つのグループに分かれた園児たちが鯉のぼりの歌を歌いながら力を合わせてロープを引っ張り20匹の鯉のぼりを上げると、春風に乗って気持ちよさそうに青空を泳いでいました。いい風吹いてますね。毎年これを行っているんですけども、去年が新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにうちが閉館だったんですね。だから今年は2年ぶりの開催で、ようやく同じ緑幼稚園様にご依頼申し上げましたので、リベンジになりましてよかったなと思っております。子どもたちの笑顔って素敵ですよね。純真な笑顔を見ることができて本当に幸せな気分に私までなりました。鯉のぼり上げの後には、科学技術館職員が手作りしたミニ鯉のぼりがプレゼントされ、代表の園児がお礼の言葉を伝えました。今日は楽しかったです。宮崎科学技術館では子どもの日を含むゴールデンウィーク期間中、子どもたちに楽しんでもらえるさまざまなイベントが開かれる予定です。宮崎神宮の東神苑では藤の花が見ごろを迎えています。境内に2カ所ある藤棚では合わせて10株ほどの藤が今月初め頃から次々に花を咲かせ、参拝者の目を楽しませています。宮崎神宮では国の天然記念物の大白藤と紫の藤が咲いています。紫の藤は現在見頃を迎えていますので、宮崎神宮にお参りに来られた際はぜひ立ち寄りいただいてお楽しみください。この日は淡い紫色の花が鈴なりに咲いた紫藤が8分咲きほどとなり、辺り一面にほのかな甘い香りを漂わせていました。訪れた人たちは優雅にしなだれる花を写真に収めたり、藤棚の周りを家族やペットとゆっくり散歩したりして、思い思いの時間を過ごしていました。気持ちよさそうですね。近くなんですけど、なかなか来る機会がなく、なかなかタイミングが合わなくて、すごい初めて見たので綺麗だなと思います。本当綺麗ですね。白いのが特に幹っていうんですか、あれがあんなにこう細くて大きいのはちょっとびっくりしたっていうか。宮崎神宮の藤の花は4月中旬に見ごろを終えた後、来年も美しい花が見られるように虫除けの消毒や剪定などの作業が行われるということです。国富町総合文化会館では樋口よし子と仲間たちパッチワーク展と題した展示会が開かれています。会場にはパッチワーク歴20年以上で教室の講師をしている樋口さんと、その教室に通うおよそ10人の仲間の作品100点ほどが展示されています。パッチワークはさまざまな色や形、大きさの布を縫い合わせる手芸作品で、この展示会は仲間たちが作りためた作品を見てもらおうと企画されました。現在樋口さんの教室は月に3回活動していて、モットーはルールに縛られず自由に楽しむこと。展示されている作品からは手作業ならではのぬくもりだけではなく、枠にとらわれない発想や色使いなど作品作りを楽しむ様子が伝わってくるようです。皆さんが週に1回ぐらい来て一緒におしゃべりをしたり、好きな作品ができた時にお互いに褒め合ったり、なんか心の晴れになるっていうか、そういう感じです。この作品は多分パッチワークをしてる人から見たら基本に外れた独特なものがあるかもしれないです。その良さを見てもらえたらいいかなと思います。この展示会は入場無料で、
4月29日木曜日まで開かれます。地域の話題を3本ご紹介いたしました。はい、まず1本目、鯉のぼり掲揚式ということですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。いやー、もう本当、副館長もおっしゃってましたが、うん、子どもたちの笑顔 ね元気もらえますし、鯉のぼりも良かったですね。去年はですね、コロナウイルスの影響で科学技術館が閉館していたため、今回の行事は2年ぶりということで、鯉のぼり上げてた園児たちは、はい、プラネタリウムを見て帰ったそうです。あら、いい経験になりましたね、はい、楽しい時間でしたね、うん、さあそして2本目ですが、うん、宮崎神宮東神苑の藤の花ということですが、いかがですか。あんな生えてるんですか、藤って。すごいですね。すごいですね。おっしゃってましたけど、一本の木からこう枝分かれしてね、すごい藤棚になってましたけれどもね、はい、この紫藤なんですけれども、うん、その他にもですね、真っ白でちょっと大ぶりな藤の花があるんですが、大白藤というものが有名でして、うん、これはなんとこの種類の中では日本で一番大きいんだそうですって。でこれが国の天然記念物に指定されているということで、そんなところに日本一があったんですね。そうなんですよね。気づかなかったです、ね、で毎年美しい花を咲かせるためにいろんな作業を、ね、して、うん、花の時期を迎えているんだそうです。はい、さあそして3本目の樋口よし子と仲間たちパッチワーク展ということで、久美子さんも結構手芸される社内ですか。好きなんですよ。いかがでした。いやー、もうすごい。確かに細かい一針一針ですよ、はいはいはい、もうねちょ今なんか鳥肌が立ったんですけど、お見事でした、ね。で樋口さんはパッチワーク歴20年以上ということで、すごい。その他に卓球もしているそうです。あ、そうなんですね。手芸と卓球と、はいはい、で展示会は4月29日まで開かれているということなので、ぜひチェックしてみてください。はい、本当に個性豊かな作品が揃っていました、うん、以上地元前半お送りしました。